ので、なんか私もすごく興味があって、はいはいはい、なんか少しだけなんか秘訣みたいなのも教えていただけたら、はい、嬉しいです。大体基本のマニュアルとか営業マニュアルって、はいはい、まあなんかね、こんにちはみたいな、うん、何々会社の、ね、何々ですみたいな、はい、うん、なんか今回はみたいな、はい、そんな感じですよね。はい、なんか素晴らしいサービスがあってみたいな、はいはい、今ってみたいな、何々お使いですよねみたいな、うん、ところがみたいな、はい、そのサービスが今こうね、あれこうなってみたいな、もっといいサービスが出たのご存知ですかみたいな、いきなり相手のね話が聞きたいと思う、はいはい、興味を持つ前から話し出すじゃないですか、いろいろ勝手に、はい、これって、うん、人ん家の玄関勝手に開けて、はい、ね、うん、どうぞお上がりくださいって言われてないのに勝手に上が土足で上がっていくのと一緒なんですよね、はい、うんうん、要は相手が聞きたいと思う前に話し出しちゃったら損するんですよ、はい、話し損なんですよね、はい、時間も労力も無駄じゃないですか、うんうん、はい、だからまず相手が、はい、あ、この人の話聞いてみたいって思うまでは、はい、絶対に僕は話さないんですよ。じゃあどんな切り出しの方するんですか。なのでまず自分の話するんですよね。やっぱり自分の話をするんですね。はい、最初に、はい、すみませんって、あの、はい、今日はちょっとテレアポで電話しちゃったんですけどもって言って、はい、ちょっとだけあの僕の話聞いていただいていいですかって言いながら、はい、まず自分の話するんですよ。はい、例えば、はい、その当時だったら、はい、あのって僕今21歳なんですって、はい、あの岐阜から上京してきて東京でこの電話を今させていただいててって、はい、で本業はダンサーをやっていてって、うん、で今そういった TRF のバックダンサーとかをやっているんですって、はい、でもそれだけでは正直ご飯が食べていけないので、はい、今一生懸命このテレアポの電話をさせていただいているんです、っていうのを話すんですよ。はい、そうすると、はい、まあ、その話だけでちょっと興味を持ってくれる人とそうじゃない人っているんですよね。なるほど、うん、でそこで例えば、あ、ちょっとなんかこの子いつものテレアポの感じと違うなってなるじゃないですか。なりますよね、確実に。なりますよね。なりますよね。で、そんな僕が今日は実はあって、まあ、当時だと僕その電話のサービスを提供してたんですね。はい、うん、今日はって電話料がちょっとお安くなるお得なサービス の、はい、あのお電話をさせていただいてたんですけどって、うん、3分ぐらいお時間ありますかって最初にやっぱ確認するんですね、はい、でそこでないって言われたら、はい、いません、じゃあちょっとまた日を改めて僕から電話させていただいていいですかって言うと、はい、本当に時間ない人は、はい、うん、じゃあそうしてってなるんですね、はい、で次電話した時に時間があったら聞いてくれるじゃないですか、うん、はい、でもそこで、うん、あ、いいよって時間あるから3分聞いてあげるよって言ってくれたら、はい、こっから話し出すんですよ、サービスの話を、うん、そうすると聞いてくれるじゃないですか、そうですよね、うん、自分が聞きますよってこう自分で自分に許可を出したわけだから、もう聞く体制になりますよね。そう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 、うん、はい、でそういう時に本当にお客さんのメリットが出るいいサービスだったら、はいはい、もう契約できるじゃないですか、それで、うん、だからその順番でいかないと、うん、うん、ちゃんとやっぱ相手がね聞きたい、聞いてあげてもいいよっていう許可をちゃんと確認してから話し出さないと、はい、もう時間の無駄なんですよあれ。へー、だからダメな場合は最短で終われるし労力も使わないし、はい、で行けるときはちゃんとね時間を使ってちゃんとした一本の契約が取れるんで、はい、うん、いやこれめちゃめちゃすごいですよね、キャンさん。これめちゃめちゃすごい話じゃないですか。そうですね。これ聞いて、うん、すごい勉強になる人すごいいっぱいいますよね。いやもうひーさんからもすぐコメント来てます。本当ですね、ひーさん、聞く人が聞ける時間を作るのってとても大切なの、本当そうだなと思いますってコメント来てますね。いやなんかこう逆の立場、それ今お話を聞いたら本当そうだってめちゃめちゃ納得するんですけど、うん、はい、でも自分がもしそのテレアポのお仕事するってなったら、うん、多分そんなことまで考えつかなかっただろうなって思うから。はい、
やっぱちょっとした違いというかその、ね、そういうところに気づくかどうかでどんどんそういうのって、まあ、変わっていくんだなっていう思いますけど、やっぱすごいですね。なるほど、いや、なるほどですね、すごいですね。ひーさん、自分が話したいタイミングで話している人本当大勢いますからね、笑ってことで来てますね、いや本当そう。でしかもなんかそう先入観みたいなのもあるじゃないですか、テレアポってこういうものだっていうものもあるから。そうですね、はい、なんか、うん、それを崩そうっていうのがなんかこうあんまりないかったりして、どうしたらいいんだろうって言って、うん、やっぱ悩んでしまう方も多いと思うんですけど、本当今もう、ね、はい、まあ、テレアポだけじゃないと思うんですけど、特にテレアポの方はすごくこれ参考になると思うので、ね、聞いて、まあ、営業全般そうですよね。そうですよね、本当にそう思いました。何かサービスとか物を売ってる人は、そうですよね、うん、いや貴重なお話ありがとうございますではですね、はい、ちょっとお時間も、迫ってまいりましたので、はい、一旦ここでですね、CM に、あ、その前にひーさんですね、コメントまた来てますね。僕正直ゲストさんの感覚に共感できる部分っていうのが多くて、お話聞いていて気持ちを代弁してくれてるみたいで安心します、感謝しますっていうことで来てますね。ひーさんありがとうございます。いや本当ですね、いやなかなかね、やっぱこういうことができる方っていないと思うから、お話ねすごい貴重だと思います、ありがとうございます。ではですね、ここで一旦 CM に入って、また後半ですねお話を伺っていきたいと思います。一旦 CM です。ありがとうございます。すごい、あともう時間が結構ないな。TRF の Easy to Dance って曲、もしかしてゲストさん踊っていらっしゃいましたかっていうふうにコメント来てますけども Easy to Dance 踊っていらっしゃいました？そうですね、あのライブで、はい、はい、あの踊ってました。踊っていらっしゃったそうですすごいですよね、TRF ってか声聞こえますね今日。あ、今スピーカー、あ、そうなんですか、 ありがとうございます。あ、ヒーさんやっぱり見覚えありまして来てますよ。そのイージードゥダンスがそのバーンってシングルで出て売れてる時は僕やってないんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、なんでそのもう後々のなんかライブとかで必ずまあ歌う曲じゃないですか、イージードゥダンスとかって、はい、なんでそういった時にライブとかで踊ってたので、そのテレビには当時出てないですね、はい、なるほどなるほど、うん、でもなんかもしかしたらどっかで見てくれてたかもしれないですね、そうですね、ライブとかで、はい、テレビとかで。いや常、うん、We are all gooming、 あ、私は分かんないですけど有名な曲ですか？いや、多分あんまり。いやでも TRF のバックダンサーするって本当すごいですよね。何やっても常に結果を出されてるんですね。はい、その結果田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、生放送でお届けしています。後半もラッキーマン、何者でもない僕が何者かになる物語の著書、若山陽一郎様にお話伺っていきたいと思います。若山さん、後半もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ひーさんからですねコメント来てますね、TRF の Easy to Dance って曲、もしかしてゲストさん踊っていらっしゃいましたかということで、ライブでですね、若山さん踊っていらっしゃったそうですね、はい、中学の時ボーリング場で初めて聞いてすぐ CD 買ってライブのやつの映像も見たので、多分あの見たことがあるということで来てますね。ヒーさん、ありがとうございますまあでもね、 TRF 本当有名ですからね、その見たことある方もね、うん、多いのかなと思うんですけども、ね、ヤンバルクイーナさん、最初見た時に感じたエンターテイメント感は点々、やっぱりそうだったってやっぱりね受ける本当ですね。いや、ヤンバルクイーンさんの感覚間違ってないですねヒーさん、あれね難しいんですよ踊るの、すごいですって来てますね。あ、ヒーさんなんかダンスされるんですかね
いやでもそれはもちろんね高度なダンスなんだとは思うんですけど、本当ね、はい、こういろんなこのテレハンアポインターとかでもそうですし、他のこう、うん、たまたまやることになった営業のお仕事だったりとか、すべてこの結果を出されてるから、うん、本当にすごいなって思うんですけど、はい、ありがとうございます。なんかそれってなんかコツがあったりするんですか、その仕事で。やっぱりそれってはい、頭がいいとかではなくて、やっぱり常にこの人のことを考えてることで結びつくものなんですか。まあもう結果が出るまでやめないってことですね、はい、あなるほど。ほとんどの人が結果出る前にやめちゃうから結果出ないだけなんですね、はい、うん、例えばじゃあ僕がダンスを15歳の時に始めて、はい、もう毎日毎日踊り続けて、はい、いざそういったね、日の目を見たってのは、はいはい、そっからどうですかね、6年とか7年経ってるんですよね。うん、うん、じゃあその6年間、まあね、週に1回踊る人の6年間と、はい、毎日毎日踊る人の6年間では全然質が違うので、はい、ね、6年っていうとねちょっと参考にならないんですけども、はい、僕は毎日毎日踊り続けた6年があったので、はい、まあ、そういったステージにまで行けたっていうのはあるんですけども、うん、それってビジネスでも、まあ、趣味の世界でも何でも一緒で、はい、うん、うん、結果が出るまで続けたら絶対に結果って出るんですよね、うん、うん、ただそれはさっきも言ったように好きじゃなかったら多分続けられないので、うん、うん、そのやってる作業を好きになる努力っていうのは少し必要かもしれないですね。なるほど。なんかその後々、そのサーファー社長に言われてやった営業のお仕事とかはもうこう1年ぐらいですごく結果を出されていたりですとか、はい、なんかその期間はどんどんこう短くなっていってると思うんですけど、はい、それってやっぱり初めにこのバックダンサーに TRF のバックダンサーを務めるぐらいそのトップに行った経験があるから、うん、なんかそこから得たものがこう使えるようになってっていうのもありますか。そうですね、やっぱ何かをやって結果を出すっていうのは、はい、そのやる作業はねやることによって違うんですけど、はい、そのメンタルの部分の、はい、なんだろう、この仕組みは大体一緒じゃないですか。うん、そうですね、なので一回うまくいく経験を持つと、はい、その応用をしていくだけなので、はい、何やっても結果が出るようになってくるんですよね。なのでその部分がショートカットできますよね。じゃあ何かを始めるときに、ね、全部6年も7年もかかってたらちょっとメンタルやられそうですけど、やっぱり何か一つこう、ね、はい、うん、極める経験があればその後はその応用が効いていくっていうことなんですね、うん、そうですね、うん、まあ、でも僕この本を出すまでに10年かかってますからね。うーん、本を出したいと思ってから、はい、うん、本のことを毎日毎日、まあ、考えていろいろね、はい、結局10年かかってるんですけど、でも10年かけて出るわけじゃないですか、です、ね、本が。うん、だからやっぱりその時間をそのかけて結果が出るまで続けるかどうか、はいはい、ってことが重要なんでしょうね。なるほど。でもこうブレずに夢をずっと持ち続けるってやっぱ本当すごいことなんですね。そうやってこう叶う時が必ず来るっていうことですもんね。そうですね。うーん、なるほど。Hさんからも来てますね。たくさんコメントありがとうございます。ラップと歌の部分が交互に出る歌で、その節々の踏み出すタイミングを間違えたらわちゃわちゃになるので、ゲストさんはそれだけダンスはすごいリズム感の持ち主だと感じましたっていうふうに来てます。そうなんですね。でもなんかイメージできます。そういう曲ですよね、 Easy to Dance とかね。え、確かに確かに本当ですね。うん、ヤンバルクイナさん、和歌山さん初対面ですが、人を引きつける人間味はすごくて人生観は勉強になりますってことで来てますね。ありがとうございます。ヒーさん、人間って何年かかったから遅いとか早いとかって関係ないんですよねって来てますね。皆さんたくさんコメントですね、ありがとうございます。はい、ではですね、最後にちょっと時間がなくなってきてていろいろ聞きたいんですけど、どうしてももう一つ聞きたいことがあるんです、はい、これをちょっと質問させていいですか、はい、うん、ですね、こうサーファー社長に出会って、はい、仕事をサーファー社長に出会って、その時に
ここから這い上がりたかったら、はい、君の思いつく仕事の中で一番嫌なことから始めなさいっていう風に言われて、でもそれをびっくりしながらも、はい、一番自分がこれは嫌だなって思う仕事を始めて、うん、それが今につながってると思うんですけども、うん、はい、振り返ってみてなぜサーファー社長はそれを言われたと思いますか。あ、今どう思ってるかってことですね。そうですそうです、ワッカンさん自身がこの質問、はい、このお題、はい、私は今え、それはなんでって思っちゃうんですけど、うんうんうん、はい、なんかワッカンさんが振り返ってみて、はい、なぜ はい、そのお題を出されたと思いますか。はい、はい、それはもう本当にまさに、はい、あの人の嫌がることって誰もやらないじゃないですか、はい、うん、うん、だから、うん、それをやると人に感謝されるんですよね、はい、なるほど、うん、はい、例えば、うん、みんなトイレ掃除が嫌だと思ってトイレ掃除やってなかったとしたら、はい、喜んで率先してトイレ掃除を毎日やってたら、はい、ものすごい感謝されるじゃないですか、うん、ってなると信頼を持ってもらったりとか、はい、感謝をされるようになるので、はい、うん、うん、どん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 仕事が舞い込んでくるんですよね、うん、で特に不用品回収業なんて誰もやりたがらないので、はい、競合が少ないんですよ、はい、うん、なるほど、競合が少ないってことは、うん、ね、その勝ちやすいわけじゃないですか、はい、うん、でその中で、うん、とにかく人のお役に立てることがたくさんあったら、はい、どん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 ありがとねありがとねって言われて、はい、お金を支払っていただけることになるので、うん、その人のお役に立ちやすいってことなんですよね。なるほど、うん、お金ってありがとうっていうエネルギーの方向にしか流れていかないじゃないですか基本は、はい、うん、だからありがとうってのをたくさん言われるポジションに行けば、うん、誰だってそのお金が稼げると僕は今は思うんですね、まあ、その当時は分かんないですよ、うん、はい、やってそれがあの分かったというか、あ、なるほど、うん、だからまあ今も、はい、まあ、やっぱ人の嫌がることを率先して、ね、うん、できる自分でいたいなと思うし、うん、ね、人が嫌がって手を出さないところに成功のヒントが、うん、チャンスがあるんじゃないのかなっていつも思いますね、うん、なるほど、うん、だから本の中であのどんどん心が現れていったっていう風に書かれてたんですね。そうですね、あ、なるほど、うん、なんかでもこう与えられたお仕事を本当に最大限目の前にあることを一生懸命やるワッカンさんだったからこそ、なんかそのサーファー社長はこのお題を出されたのかなっていうふうにもなんかちょっと感じましたけどもなんかそうなんでしょうね、うん、なんかそれをできるワッカンさんだからこそ絶対なんかすごい大きなことになるっていうのがもう見えてたのかなとか思ったりして、なのですごくお話聞いててすごくあの目の前のことをあの楽しみながら一生懸命やるってことの大事さをねすごくね今日はあの教えていただいたなと思うんですけども、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ひーさんから、人の嫌がること、ゲストさんがおっしゃったことも本当そうですし、また自分自身嫌だと思っていたことが本当にそんな嫌なことなのかを実証されて、さほど思ってたよりも思い込んでた部分が多かったということも理解できるようになりますよねっていうふうに来てますね。はい、ひーさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、そんなですね、いろんな本当にいろんなご経験をされている、はい、ワッカンさんがですね、その経験からいろいろ、分かったことがいろいろあって、なんかそのことをですねお伝えしていただける講座をですね今全国であのされているということで、で、はい、3月にですね沖縄でもそれを開催、はい、あのされるということなので、ちょっとその内容についてですね教えていただいてもよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます、はい、僕がですね今、はい、あのアゲマン講座というですね、はい、講座をやらせていただいてるんですけども、はい、この、ま、アゲマンってのは世間一般的で皆さんが認識してるアゲマンではなく、あのなんて言うんだろう、まあアゲマンって俗に言うなんか女性のことを言うようなイメージってあるじゃないですか。はい、あります。ね、で実は僕があの伝えてるアゲマンっていうのは、はい、女性だけではなく、はい、男女共にのことなんですけども、そもそもアゲマンっていうのはアゲマンのマンって間という字を書くんですね、はい、
で間って何かっていうと、人と人の間に流れてる空気のことを言うんですね、はい、あ、なるほど、うん、でその人と人の間に流れてる空気を大切にしたり、その流れを、読んだり、はい、うん、することによって、パートナーの可能性が最大限に発揮されたり、はい、それで自分の人生もより豊かになっていくっていう、うん、まあ、コミュニケーションスキルの、うん、まあ、講座ではあるんですけども、はい、まあ、それを初級編、中級編、上級編と分けてやっていて、はい、まあ、僕はまあ一番最終的に何が伝えたいかっていうと、はい、の生き方なんですね、うんうん、なんか人がどうとか人がああとか、うん、ね、そのテクニックの部分を言ってるのではなく、はい、私が私自身どうやって生きていくことが幸せの本質に近づいていけるのかっていう生き方を、はい、まあ、ちょっとコミュニケーションのお話をベースにしながら伝えてる講座があって、はい、でその講座が、まあ、たまたま7年前に、ちょっと依頼されてやったことがきっかけで、はい、まあ、そっから、まあね、今の言葉を借りて言うとバズってしまったんですよね、はい、はい、でそれで今全国でたくさん依頼をいただいて、はい、はい、やっているということです。うん、この男性目線から発する独自のメソッドなどですね、そういうものが話題を呼んで、はい、口コミで全国に広がって受講者が3000人を超える人気の講座になっているということで、はい、すごいですよね。本当に昨日はね、札幌にいたんですよ、ね、そうですよね。それで本当にね、あの全国でお忙しくねされてるバッカンさんのこのあげまん講座がなんと沖縄で、なんと、はい、沖縄で3月、はい、3月ね、26日ですね、土曜日ですね、はい、初級編、中級編と、上級編で全部、はい、それぞれですね、初級、中級、上級、それぞれあの初級だけとかでもいいんですけども、はい、もし全部受けられたら朝の10時から5時半まで、会場は沖縄県立、博物館、美術館の方で、行います、はい。申し込みはですね、URL なんですけど、ちょっと口頭で伝えさせていただきますね。http://tgw1b.hp.preraichi.com/ ということで、YouTube の動画の方にですね、リンクも送る、はい、あの貼り付けておきますので、うん、そちらからですね、お申し込みいただきたいと思います。はい。はい、いやちょっとですね、ちょっともう本当いろいろ聞きたいことがあったんですけどね、ちょっとお時間も迫ってきて、はい、どうしようかな。いつもですね、一歩踏み出す勇気をということで、はい、最後にリスナーさんに心に響くメッセージをお願いしてたんですけど、今日はですね、はい、やっぱりこう、うん、ワッカンさんのこの本を読んで、私もこういうラジオのパーソナリティのお仕事をしているので、やっぱ多くの人と関わりますし、うん、なんか人の夢を叶えるきっかけのなんかお手伝いができたらなって、すごくこの本を読んで思ったんですね。なので、はい、このリスナーさんにどんな方が聞いていらっしゃるかも分からないですし、そこから何かつながっていったら私もすごく嬉しいなって思ったので、うん、最後にワッカさんの夢を今日はお話ししていただいてもよろしいですか。最後に、あ、わかりました、はい、の夢ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、僕の、まあ、夢は、はい、多くの若者たちに夢と希望を与えるっていうことが僕の大きな夢なんですね、はい、でそのために今年、やろうと思っていることが、もう一冊本を出版することと、はい、このラッキーマンの本の物語を映画化にさせることなんですね、はいはい、でまあ、実際そのもう一冊本が出ることも、はい、決まっていて話が進んでいて、はい、映画化も、もう今企画が上がってきて、もう話がちょっと前に進み出してるんです、はい、うん、でそういった、まあ、映画とか本とか、はい、そういったなんだろう、媒体を上手に使って、はい、今からの、ね、うん、まだ未来がある若者たちに、はい、みんなの人生も、はい、ね、何があっても大丈夫だよって、うん、ね、いつか君の人生も、はい、ね、今してる苦労も全部、はい、幸せに変わる、はい、大きなチャンスに変わる日が来るよってことをですね、はい、伝えたいなと思っております。 ありがとうございます。はい、なんか私もね、ワッカンさんとお知り合いになれたので、なんかそのつないでほしい方ですね、私にお声掛けいただいて何かね、お手伝いができればなと思いますし、あとはですね、そんないろんなご経験をされた、ワッカンさんです、アナザースカイに出るのも、夢だということで、もしなんか、はい、そのアナザースカイに出るきっかけとかですね、
なんか知ってるよみたいな人がいたらなんか、ね、どんな方が聞いてるか分かんないのでなんか教えていただけたらなって、それでお手伝いなんかできたらいいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、お時間になりました。はい、今日はですね、ラッキーマン何者でもない僕が何者かになる物語の著者、和歌山陽一郎様にお話を伺いました。和歌さん、今日は素敵なお話をたくさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。全部読めなかったんですけど、皆さん本当にありがとうございました。ひーさんからですね、今日は大切な時間をありがとうございました。お話聞けて本当に良かったです。自分自身を磨くエネルギーをいただけました。感謝いたします。これからのご活躍を心より願っております。番組お疲れ様でした。僕自身のエネルギーにし頑張ろうと思いました、ということで素敵なコメントいただいてますね。ひーさんありがとうございます。本当にたくさん今日ですねいただいてありがとうございます。わっかんさん、お話ありがとうございました、ということでひーさんまた来てますね。ヤンバルクイナさん、和歌山さんの言葉すべて深い、ありがとうございました、感謝です、ということで来てますね。ヤンバルクイナさんもありがとうございます。恵比寿さんからもありがとうございます、お疲れ様でした、ということで、拍手のスタンプたくさん来てますね、ありがとうございます。あと武蔵さん、恵美子ちゃん、ミキサーのキャンさん、ゲストの和歌山さん、生放送お疲れ様でした、ということで皆さんたくさんコメントと拍手なんかもねいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ全部は聞けなかったですね。いかがでしたか、なんか今日はなんかあっという間ですね。はい、なんか僕まだ30分ぐらいな感じだと思ってたらもうね、はい、1時間経ったんですね。そうですね、もう、うん、いやでもヤンバルクイナさん、恵美子さん、神回ですよって来てます、嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。いや本当に皆さんこのラッキーマンの読んでくださいね、本当にすごくすごい良かったです。本当にだからもうこの中からすごい本当にいろいろ聞きたいことがあって、あのでも次回も3月にもラジオ出ていただくことが決まっているの で、 そ、 うです、ね、その時も、はい、皆さんぜひ聞いてください。3月の放送になるから日にちはちょっとあれなんですけど、3月にまた放送、今度はスタジオに来ていただいてお話を伺えるので、はい、その時にまた続き聞きたかったことを、はい、ちょっと聞かせていただこうと思います。はい、はい、あ、恵比寿さんから、楽しい時間はあっという間ですねって来てますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーなんかちょっともう胸がいっぱいで本当に。ありがとうございます。貴重な経験をさせていただいて。いやとんでもないです、そんないろいろね、出られてるから。でもどうなんですか、そのやっぱり同じような質問だったりします？そうですね、あでもなんか人によって全然掘り下げてもらうところが違うので、毎回楽しいですね。あ、そうですか。うん、多分人によって興味を、ね、はい、持つポイントがなんかそれぞれ違うので、そうですよね、なんかね、ああいった世界一周一人旅のところを掘り下げたい人もいるし、なるほど、ね、なんかちょっとハッピーセットの不思議なちょっとミラクルな、はい、ね、ちょっとそういうところを掘り下げたい人も、はい、多いし、はい、まあ、今日はねどちらかというと幼少期のああいったね、ちょっとダンスとかビジネスのね、そのスタートになるところだったりとかしたんですけども、なんか毎回なんか面白いですよ本当に。そうですか、うん、はい、そうそう、ハッピーセットのことも私聞きたかったんですよ。でもなんかもう他に聞きたいことがいっぱいありすぎて。3月にね、そうですね、ちょっとハッピーセットのことはちょっと3月に聞かせていただこうかなと思います。ひー、はい、さんから、個人的にイチローさんが好きで草野球でそのまま打ち方をやってるんですが、20年やっててバカにされる時もありながら、今はチームのカラーになるまで諦めなくてよかったと今日の話で思いました、救われました、ということで来てますね。ありがとうございます。はあ、そうなんですね。いや本当にでも諦めなければ叶うっていうところは本当にね勇気を私ももらいましたね。はい、皆さんにとってもすごくいい時間になっていただいたみたいなんで、私も嬉しいです。本当に素敵なお話をたくさんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。では
まだお時間あります。あ、本当ですか。ひーさんありがとうございましたということで、皆さん本当に今日たくさんコメントありがとう。